京ボーダーレス TV をご覧の皆様、はじめまして、熟女系のセクシー女優をやってます、ゆうきれいと言います。セクシー女優になったきっかけは、昔から小さい頃から女優に憧れてまして、で小さい頃、学生の頃はポートレートのモデルとか、あと、イベントコンパニオンとかキャンペーンガールとかをやってきてたんですけれども、東京に出てくるきっかけがあって、で、女優のオーディションとかを受けたんですけど、そう、何度か、受けて受かったんですけど仕事がないっていうパターンがちょっと何度か続いて、でそれで一時はちょっと憧れてたんですけど、一時はもうちょっと諦めて、でホステスの方をずっとやってたんですけど、とあるきっかけがあって、スカウトされて、でそれで、同じ女優なんだけどどうなんだろうっていうすごい不安はあったんですけど、ちょっと女優にもなりたかったので、それで2004年に、三上由紀っていう名前でデビューしました。で、最初の頃すごい不安が多かったんだけれども、どっちかっていうとこう当時は人妻系、メインだったんだけど、非日常的な戦隊ものとか、あとくのいちとか、なんかそういう、役が面白い役が多かったので、結構ずっとなんか楽しくお仕事を、させていただきました。で今は普通のドキュメンタリー的なものが多くて、なんかそういう戦隊ものとかそういうのなくなってきたんですけど、どちらかというと作品というよりは、個人の人の、個人撮影とかで、そういうのがちょっとメインでやってます。でそうですね、ほとんどの方が私のこと知らないと思うので、ちょっと質問に答えていきたいと思います。好きな食べ物は、好きな食べ物は、そうですね、麺、ラーメンとかうどんとか、パスタ系が好きです。でラーメンはね、結構インスタントも食べるし、普通に生麺も好きで食べてますね。で好きな味はコテコテ系すぎない豚骨が好きですね。ラーメンだったら結構毎日でも食べれるかなって感じです。好きな匂いは、好きな匂いはこう酸っぱすぎないちょっとした汗の匂いが好きですね。なんかこうなんだろうな、 T シャツとかクンクンとか匂ったりとか、あとはうち猫飼ってて、猫 の肉球の匂いが好きで、なんかもういつも帰って肉球をなんか匂うのがなんかもうちょっと好きです。であとは香水だと、なんかずっと昔から好きな香りがあって、カルバンクラインのエスケープっていうのがすごい好きで、なんかそれがずっともう20年ぐらいずっと未だにつけてますね。あと好きなアーティストは、私なんか昔ちょっと友達に誘われて、キーボードの、バンドでキーボードやってたんですけど、でその時にやっぱ時代的にやったのがプリンセスプリンセスだったりしたので、当時80年代だとプリプリとかボーイとかが好きですね。で90年代だとそうですね、やっぱり小室ファミリーとか、あとザードが好き で結構ザードはもう本当アルバム結構持ってたので、未だに好きですね。で好きな映画は、そうですね、ホラーがちょっとあんまり苦手なので、どちらかというと、コメディとかよりはサスペンス系が好きで、昔結構モーガン・フリーガンが出る作品はよく見てましたね。あとはアニメの名探偵コナンとエヴァンゲリオンが好きなので、名探偵コナンは結構もう本当に毎年映画館に見に行くし、テレビ番組も
あの毎週見てます。それくらい好きです。はい。で、最後に好きな異性のタイプは、そうだな、なんかこうオラオラ系すぎない俺についてこういうタイプが好きですね。あの、なんだろうな、引っ張っててくれるというよりは、こう自分の好きなお店とかそういうのに連れてってくれたりとか、あとあのもともとなんだろう、漢字とか結構やってたので自分が仕切る癖があるんですけど、それ以上になんか仕切ってくれる、あとこう会計とかをこうちゃんときっちりしてくれる人に結構惹かれます。そうです。あとは声フェチなんで、あのちょっとなんか酒焼けのガラガラの声が好きです。そんな感じですかね。ちょっとは分かっていただけたでしょうか。今後は、あ、そうだ、それと告知としては今特にないんですけど、2年前ぐらいからあのオリジナルのカレンダーを作ってまして、で今まであの個人撮影撮ってあのいただいた方からあのもらったデータで、なんか自分のお気に入り のページでちょっと作ってるの でそれをまた来年のカレンダー作ったので、こちらをあのインスタとあとツイッターで販売してるので、そうですね、2L サイズで、一部1000円で、1000円プラス、送料300円で販売してます。こんな感じですね。ちょっとあまりペラペラすると見えちゃうのであれですけど、でもしよかったらインスタかあのツイッターの方でご連絡いただければ詳細をお送りさせます。で今後はあのどちらかというと、作品よりも脱がない仕事っていうか、まあちょっと歌をやっていきたいっていうのもあって、で歌を出したいなっていうのがずっとあって、一応曲とかは作ってるんですけど、それがまあ実現できて、なんかそういうあの音楽的なあのイベントとか、あとあの、まあ、友達がちょっとバーレスクをやってて、でバーレスクもちょっとすごい興味があってやりたいなと思ってるので、なんかそういうバーレスクにちなんだあのなんかイベントとかに今後はなんか出ていけたらなって思ってます。でそういうイベントがあったらまたあの随時ね告知したいと思うので、ぜひいらしてください。で、よろしくお願いします。はい、ゆうきれいでした。ありがとうございます。TV.